はですね、まあ何を隠そうサムネ通り裁判をねやっていこうかと思います。皆さんご存知かご存知じゃないか分かりませんけれども、私一応裁判長なんですよね。初耳です。私たまにね裁判してるんですよ。皆さん知らないかもしれないんですけれども、で最近裁判してないから裁判しようかなと思って枠をね開きました。絡んだこともないロベルさんの首をはねた、あの本当にね申し訳ないんですけれども、あのノリでねサムネを見た皆さんがね、こう人の死に一番性を感じるタイプとかね、あのデスゲームの主催してみたけど回らなくて投げたやつとかね散々言われておりましたけどデスゲームの主催やりたいよな、みんなそう思わん？私はやりたいよ。なんかテレビの前でさ見てさ、たまにあの声変えてさ、皆さんこんにちは、ゲームどうかねみたいな言うやつやりたいよなやりたくない？そうですか全員生き残りそうそうか、自分でやりに行くやろあ、私が？でもいや、やんないよ、帰り討ちに会うもん、やんないですよ一番最初に画面に映らず死にそう、やめてくださいよ私それめちゃくちゃ言われるんだから。主催者って何すんの？主催者は人集めてゲームの内容とか考えるんじゃない？で、私ちょっとあのゲームの内容あんまり思いつかないから、だるまさんが転んだとかでいいんじゃないフォールガイズで行くね。いや、フォールガイズ式にするとちょっと施設作るのにお金かかるっていうか誰も来てくれないよ。うん、そうですか。パクリで草。ドッジボールとかいいんじゃない？あのドッジボールのボールがあの爆弾とかでもう当たったらすぐ死ぬみたいなやつでいいんじゃない？まあいいんですよ、こんな話はデスゲームは会場を抑えるのが大変まあ確かにどっかのさ会場借りようとしてさ、あのどういう名目ですか、どういう団体ですかって言われたらちょっとね難しいよね。デスゲーム同好会とか言ったらちょっと弾かれそうですからね。うん、